はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、バルモニカちょっと久しぶりにね、触っていこうと思っているんですが、バルモニカのデッキって、まあ、どういうことが得意かっていうと、ランク4が得意なんですよね。バルモニカってセレトリーチェとか、まあ、このスケールの、に貼れる、まあ、デモーネとかアンジェロとかっていうモンスターが、まずこの、スケールを、3から5、つまりレベル4のモンスターをペンデラム召喚できるということで、まあ、結構ランク4は割としやすいデッキになってるんですよ。でね、ランク4ができるんだったら、まあ、いろんなことできると思うんですけど、なんかワンキル、先行ワンキルできるなと思ったんですよね。はい、ということで今回はこのバルモニカという、まあ、非常にエッチな超かわいい、かわいい子ちゃん使って、ランク1並べて、で、ランク4から、ドヤ顔で、先行ワンキルしていきたいというふうに思います。はい。ちょっとやり方はぜひ動画ご覧ください。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。やばい、指名者2枚をやってること確実に。これ、指名者2枚だいぶやってんな。これだいぶやってるでしょ、さすがに。ちょっと1枚抹殺が良かったんですけどね。ちょ、2ビルケアできないんで、基本的には。ちょ、2ビルが、まあ、大恨めというか、になるんですけども。まあ、一旦ちょっとセレトリーチェさんをぶん投げまして、ASMR 開始。佐々木開始。ASMR& セレトリーチェさん帰ってくるやつ。はい。で、セレトリーチェ召喚、あ、ちなみに今回バルモニカとか言ってるんですけど、あ、G ね、オッケーオッケー、あ、まあ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 、まあ、ペンデラムスキル揃ってるもんね。まだペンデラム召喚しないけど、で、墓穴の指名者、まあこれ増殖だったな、つまり俺の増殖だったわ。はい、セレトリーチェ無限包容だけマジでやめてほしいな。ちょっと指名者2枚引いてる時に限ってさ、無限包容打つのだけ本当にやめよう、よくないから。あ、召喚ムービーどうぞ、かわいい、効果発動やめて。あー、それはオッケー。これ指名者2枚でこれ対応できてしまったな。これちょっともうやめてね。誘発3枚はさすがに貫通できるデッキじゃないから、頼むわ。まあ普通1枚でもあんま貫通できないんだけど、まあ、指名者2枚引いてた俺が強かったと、俺の方が強かったって話ね、これ。あー、でバルモニカシェルター一応持ってきます。で、シェルターの効果起動しまして、バルモニカカードを1枚手札に加えさせてもらって、ダメージ受けます。マジ周りくどいよな、バルモニカって。で、バルモニカインビターレ持ってくるでしょ、インビターレ持ってきて、で、インビターレの効果を発動していく。で、インビターレで、まあ、バルモニカ加えながらエクストラにバチコリ置きまして、はい、で、ペンデラムしていく。ゴーゴーで、デモーネ効果、デモーネ効果でバルモニカシェルターをコピーしまして、ダメージ受けながらカードを手札に加えていく。今これさ、こっちか。で、ベルサーレ発動して、なんか名前覚えにくいよね、バルモニカって。なんかバルモニカってどっから来てるんだろう、なんかちょっとあんま分かってないんですけど、バルモニカってなんかその世界観がどっかにあるんですかね、ちょっとあんま分かってないです。で、アンジェロ、バルモニカさんの効果発動して、バルモニカ、ベルサーレの効果起動する。で、めくりましょう。はいはい、あー、まあ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 、オッケー。で、レベル4のモンスターに、あ、先に1回リンクするか。暇なのでゼブフェーラ出して暇なんでゼブフェーラ出して、はい、で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワーク構築していきましょう。レベル4のモンスター、まあ、ちょっとゼブフェーラはいなかったと仮定してください。で、このスプリガンズメリーメーカーさんも、要はレベル4のモンスターが2体をね、成立するともうね、現代遊戯王ってね、実はね、ワンキルができるんですよ。これちょっと皆さんにね、まあ、お見舞いしていきたいなと思ってまして、で、このスプリガンズメリーメーカーまず出すじゃないですか。で、この上にギガンティックスプライト出すんですね。はい、ギガンティックスプライト出して、で、ギガンティックスプライト、ギガンティックスプライトじゃねえや、ギガンティックチャンピオンサーガーだと。ギガンティックスプライトは別のやつだ。で、タリホ持ってきて、で、タリホを打ちます。で、タリホ素材キル
って発動することもできて、エクシー素材を切ります。でギガンティックチャンピオンサルガス君の素材を切らせてもろて、こうすることによってボラザーズ持ってきながら、自分の手札と墓地からスプリガンズモンスターを特殊召喚できますよという効果ありますんで、こうしてこうしてこうしますと、まあ、こんだけで、ね、あのモンスターになるの結構やばいですけどね。でギガンティックチャンピオンサルガス君の効果起動します。でこれ手札に戻しまして、ハンドコストとして抱え、そして、ダラニングベルシアンを出します。はい、でダラベルシアンの効果、残機カード手札に加える宇宙創造サーキュラーでサーキュラーの効果、うわこれモンスター1体でしか殴れんくなったわ、きちい。モンスター1体でしか殴れんくなったわ、マジできちい。でサーキュラー特殊化で、ダランベルシャの効果、自分リリースして、墓地の残機出すよ。でダイヤ出して、でサーキュラー効果、ダイヤが特殊化されたので残機方程式加える。あこれ超解除一応入れても別にいいと思うんですけど、今回ちょっと全く入ってません、すいません。はい、でギャラクシーフォトン出して、でギャラクシーフォトンの効果発動で、これで、素材1個切るとギャラクシーカード持ってこれるんで、ギャラクシークイーンズライト、まあこれね、あなるほどねって思った方いらっしゃるんじゃないかなとこのカードサーチして、あなるほどそういうことかと、思った方、クソデッカー認定させていただきます。で機械族モンスター3体でリンク、どうもこんにちは、ジャスこんにちは、ジャスジャス、こうかトークン、ウィーウィーウィー、でラドン効果、リリースして、残機、あ残機じゃねえや、原石モンスター特殊召喚するんで、これで雷天出す。で残機方程式活動、残機方程式ここで自分の墓地から、残機モンスター、特殊ができるんで、これでダイヤを特殊感でレベル3の原石特訓にレベル4の残機ダイヤをチューニング、うわっディッディッペイディッディッペイ、はいディッディッペイで、これ手札ぶん投げてトークン出しまして、で手札ぶん投げてトークン出しまして、はい、はい、レベルアップ、現住機のレベル超アップ、射出対戦ありがとうございました。ランク4からワンキル簡単だった。うわ引きたくないカードオンパレードで草、これ絶対引いちゃいけないカードめちゃくちゃ引いてんだけどまあちょっと寝てなきゃなんで許してくれ、これはこれに関しては。あーダークブルームやべ、ちょっと宇宙想像されるよこれ、宇宙が想像されますね。一体全体どこまで行くんでしょうかね。これはお出たペンデュラムエボリューションじゃん、これ2回あれしようとか2回ぐらいペンデュラムションができるみたいなやつですね。なんかエクサデッキのなんか裏側のペンデュラムモンスターかなんか出てると、あ一応あれか、持ってこれる系カードか、ペンデラモンスターアストログラフサーチできるのね、なるほど強いな。これでなんかペンデラ召喚2回一応できるんですよね確か、ペンデラメボリューションの効果で自分がエクサデッキの裏側のピンモンスターが、出てきたターンだと一応なんかその、自分のメインフェーズにモンスターのピン召喚が、そうピン召喚2回できるっていうの強いな。さあペンデラム召喚来る、うおー出てきすぎ、おー出てきすぎ出てきすぎ出てきすぎさあ、こっからは本当何でもできるな。これはあれかな、アブソリュートからのあハワモンゼロの効果融合出すやつよね。あシンクロでもいいのか、はい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 、でハワモンゼロが、ペースキャラに戻ってきますよ、まあ、ただこれ効果は無効にはなっている。でアブソリュート出てくる、アブソリュート君と、まあ、これウーサー出てきて、でもこれあれだどうやって有効にするんだろう、これなんかジーランツにするのかな、ちょっとわかんないな。あ急進ヌトス、えあわからん、なんだこれ知らない展開来たな。
オットアイズアブソリュートで、オットアイズ覇王白龍、オットアイズウィングドラゴンさん、こうあれですよね、なんか粛清デッキからワンチャンそのペンデラムグラフから飛んでくるから、なんかちょっとだけ高騰してると言われているオットアイズウィングドラゴンさんですね。はい、これ結構効果は強かった記憶ありますが、ちょっとテクシスが長いので省略どっか行ったし、でスターブベノムの効果発動、コピーしてんのか、なるほど、これでさっきのあれが爆乳剣士の効果コピーしたのね。さあ、わけのわからない展開をしているが、エクソシスターカスピテルは、なるほど、エクソシスターカスピテルはさすがに意味がわからない。こっからにエクソシスター展開でもするのか。いや、もうマルファの効果はもう使えないぞ。あ、エリス、はい、いや、もうマルファの効果はちなみに使えません。で、エリス、まあエリスはちなみにエクソシスターにとって出てこれます。はあ、はあははあ、なるほど。で、レベル4のモンスターが2体で、またこれオーバーレイするんですか。やばいですね、これ。で、マジでわかりません、何ですかこれは。ミカエリス、ガチで知らん。じゃ、マジで何このデッキ。ゼアルフィールド、やば。マジでわからない。何これ、レベル、違う、ランク4のモンスターが2体あると、やばい、マニフィカだ、やばい。こうやってゼアルフィールド、やばいの。ゼアルフィールドはちなみにエクシーズモンスターが出てくると、エクサルデッキからそのモンスターの下敷きにできるよみたいな効果あるんですけど、やばいかな、これは一体何か。あー、やばいね。あ、やばいやつ下敷きになったね。やばいやつ下敷きになったぞ、これ。ちょっと待ってくれ、これ。マニフィカ君、ちなみに下敷きになってるエクシーズモンスターをなんか一応出せるみたいな効果あるんですよ。エクシーズさっき戻してね。これもしかするってと、あれか、これ俺のターンでなんかカードの効果発動したら、なんか創業を出される、これ通ります。ちょっと待って、これどっちから打たれるか、手札が弱すぎてやばい。ちょっとマジで手札が弱い、ありえん手札弱い。一体全体何が出てくるって言うんだ。だからゴミクソコンボ。ふざけんだけど、ありえねえソリティアした上で出てくるの仮言うかよ。ちょ待ってくれよ、ちょ待ってくれよ、ちょ、おもんないって。やっぱこいつもカラミティですからね、もうほぼ。もしかしてあれですか、カラミティ禁止になったからつって、コスモネオスとカリウガの時代来ます。いや、そんな時代が来てたまるか。